昨日に続いて今日も風が吹いたりやんだりという水面状況で、現在スタートライン上の風はほぼ収まっています。予選の第9レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇大阪鶴本貴文、2号艇静岡深谷智博、3号艇群馬久田俊幸、4号艇福岡池永太志、5号艇東京大皿頼宗、6号艇佐賀峰竜太、以上の6名です。このレースもコース枠番通りで決まっていきます。中盤戦から逃げが決まり出してきました。今日の2日目、ここは1コースに1番の鶴本、初の SG 初勝利をかけての一戦となります。前半陰線でともに敗れました。ここは1人1本持ち壁になるかどうか、2番の深谷2コース、前半スタート届きませんでした。3番の久田が3コースからダッシュ勢の仕掛けはどうでしょうか。4番の池田が4コース角、5コースに5番の大皿、前半03のスタートは6番峰6コースから進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4コース角から4番の池田が出ていく。さあ3コース2コース抵抗できない、1コースも抵抗できない。4番の池田がまくって2段まくり、上から豪快に5番の大皿、大皿が上から一気に抜け出しました。そして残して1番の鶴本が2番手残した形、その後ろに4番池田が現在3番手、スタートは前提正常でした。2番手内側切り返して4番の池田が2枠の旋回、池田が先に丸も1番の鶴本がここは差し返しています。先頭5番のお皿は4点進リード、大きく抜け出してレースは2周目、2番手奪い返しました。1番の鶴本リードは3点進で、3番手が4番の池田が、その後ろは4点進と差がついて6番の峰が4番手、2周1枠の旋回です。先頭5番のお皿、そして2番手は1番の鶴本が守ります。リードはこの辺りでは3点進ほど、4番の池田が3番手、4番手がはだいぶ差が開いてきまして、これから2周2枠の旋回です。次第にリードは広がってきました。先頭5番のお皿、2番手に1番の鶴本、さあこの辺りではだいぶ6番の峰が詰め寄りますが、まだ4番の池田がリードは3点進ほどです。3番手守ります。4番の池田が4番手から懸命に追います。6番の峰、後ろは3番の設楽5番手、最後方に2番の深谷が追走、最後のバックストレッチへと移ります。4番の池田がここも3番で守りますが、さらに差を詰めてきました。6番の峰最後追い詰めまして、その差が2点進ほどまで詰まりました。これから最終ターンマーク、豪快にまくり切りました。5番のお皿先頭、2番手が1番の鶴本、そして3番手は4番の池田がなんとかここは守りきりそうです。先頭は5番お皿合輪、1番鶴本合輪、4番池田が合輪、6番峰合輪、2番深谷合輪、3番久田合輪。